こんにちは、こんばんは。今回は超重心差を引いていきたいと思います。右上のオーブが107個でございます。覇者の塔とかかなで溜まっていたのと、あとね、とりあえずここらへんのを受け取って107個ってことで、今回は20連かな引けるので、マナマナを狙ってね、行っていきたいと思います。今回ここに並べてるのは動物シリーズですね。これ猿でいいんだよね、孫悟空だからね。犬、猫、はい、行きましょう。超重心祭ということで、今回は星玉はたまらない感じかなという感じなんだけれども、これ改めてパーセンテージ見てみよう。それぞれ 0.4、マナもノアもガブもストライクも 0.4 で 12% と、もうこれが一応でも星5かな、全部合わせた 12% ですねと。で星4が 88 ですよという感じなんだね。ワロタ？あ、ミロクか。びっくりか。2、4オールの後ろがワロタ、ワロタに見えて、は？と思った。ミロクね、ミロク。そうなんだね、劇中もね、全然持ってないんだよね。で、この子たちが変わるんだよね、ハグナムートとかがね。はい、ってことで、行ってきましょうか。引きがね、最近悪いような気がするので、どっかしらでね、払拭しなきゃいけないんだけど。ちょっと待ってよ。よし、行きましょう。でもなんか、あの頃よりかなんか確定の演出がなかなか見れなくなったような気がする。なんか一時期なんかね、確定の演出いろいろとあって、こうポンポンとまでは言わないけど、なんか意外と出てたね、印象はあるんだよね。お、最初止まりは熱いね。あ、そういうで星4のそういう出方しないでよ。あれ、はい、止まりましたよ。ちょっとね、エラーが起きてたのでカットしたんですが、あのね、最近のキャラね、これそうだ、如意棒で、こっちはクエリー。ちょっと待てよ、最近のあの新ガチャとかはさ、あの、まあ、全然引いてないと思うんだけど、わからないんだよね、クエリー。あ、厳重耐性の子か、なるほど、厳重耐性、厳重キラー。 OK、 でも最近のキャラは OK ですね。はい、で、こっちもこれにしておこう。多分ニョエボン持ってないね、止まったからね。はい、ってことでラスト10連いきましょう。一応ね、ログインがね、1000日になるから、もうすぐでね、50個たまるんだよな。だから正直ここでね、もう10連引いてもありかなとは思う。多分ね、引けるんじゃないかな。あ、すごいスムーズ、すごいスムーズ、ありがとう。超スムーズ。やっぱマナはね、甘くないね。ちょっと受け取ってみるか、受け取ってみちゃおっか。そうね、受け取ってみちゃおう。これギリギリ足りないまである。はい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 。あ、緊急メンテって6個だったっけ。あ、足りるまである。はい、ってことで40個でしょ。あれ受け取っちゃおう。うん、あれ受け取ろう。寂しい2になっちゃったけど、ミッションでね、10あるんですよね。 OK、 あの前にちょっとボックス拡張に何個か使ったんで、ボックス拡張は大丈夫ということで、よし、30連いっちゃおう。 OK、これで終わりね。とりあえず今回はストライクショット聞きたい、久しぶりにストライクショット。
で、未だにね2回転はないから、まあ今もなかったけど2回転見てみたいね。お、1最初止まりはね激アツなんだよね。なんでこんなとこ出てくんのこれ。お、4止まりも熱いんですよね。これすごい熱いって。サバカにいるんですよね、エリザベスね。サバカにいるんですよ。で、そこで止まるんでしょ。ティタニアかな、これ。ティタニアだね。おーな、うん、ティタニアだね。あのね、引きはいい。引きはいいよ。ティタニアこっち見るのかな。あ、こっちだな。うん、こっち見る気がする。だって20連で4体でしょ。確率としたらいい、すごくいい。ね、これ覇者とで強いんだよね。こいつ33回かな、あそこは。こっちだね、ここが強いんだよね。一応こっちもいけるんだ。でシールドンはね、壊せないと思うからあれなんだけど、こっち本当に強いから。サバカがアーサゼル2体にエリザベスいるから、今回ね覇者のと登り損ねたんだけど、あと1日あるでしょ、じゃこの日に登ろう。サバカね全然急いでないんで、登ろうと思ったらあと3時間みたいな。え、本当にって感じでね、ちょっとしくったんだけど、はい、オッケー。ってことで今回は超獣神祭ですね。30連、結局20連って言ったんだけど結局30連ですね。引いてみてマナ出ず、限定キャラ出ず、星5、4体ってことでですね、まあ引きとしたらいいキャラ悪いキャラ、すごく使える使えない、汎用性高い高くないとは含めないで、とりあえずね4体手に入れることができたので、新規4体っていうのは結構大きいかな。もしどっかしらでこうポンってね刺さった時にこう使えるんで、まあいいんじゃないのかなと。で今回ね30連引けたので、星玉が38引けた、たまったので、38引けた、ちょいたまったので、次回のね超獣神祭の時に星玉いけるということで、まあいいんじゃないのかなというふうに思います。まあ今回は星玉を貯めたと、新規の子もお出迎えしながら星玉を貯めたっていう感じですね。で考えたいと思います。で一応コラボが来るから、あれコラボ来るっけ、あそれは別のゲームだったかもしれないかな。はい、ということで、まあ、とりあえず星玉貯められたのでね、よかったと思います。まあ次回の超獣神祭の時にマナ、ガブっていつ引けたんだっけ。ガブは結構経ってたな。でパンドラは実装されて多分2ヶ月後とかだったかな。比較的早かったと思うんで、多分来月ぐらいだったかな、ちょっと覚えてないんだけど、でも大体それぐらいで引けたと思うんで、おそらくそれを当てはめるとマナ次のね超獣神祭で弾けるはずな、うん、弾けると思うので、頑張っていきたいと思います。ということで、改めまして、今回は超獣神祭を30連ほどたしなんでみました。チャンネル登録、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。